今日もまた村人たちはキクの姿を見たと言って騒いでいる。熊田先生は一緒には来なかった。もうそれぐらいしか事件がないんだよ、これだけ田舎やと。それぐらい騒がせてあげよ。わしら見たんじゃ、見間違いなんかじゃねえな。めっちゃ信じてほしいんやろな。今日はいつも以上に村人たちが騒いでいるようだ。これ本当に全部キクの仕業にしてほしいな、最終的に。昨夜もわしらは見た。あんな夜中に出歩く女だぞ、この村にはおらん。もはや間違いない、キクさんじゃ。本当？駅員さんちょっと来て。あなたですか。村人たちの様子が変なんです。ここ3日ぐらい変だよ。キクのことを聞く。今度もまた村人たちがキクさんを見たって、時間と場所が妙に一致してるんですよ。やっぱり村人たちはみんな何か同じものを見ているようですね。じゃあキク、気づいたこと教えて。そうそう、最近この村に綺麗な女の人が来られるようですが。ユキコさんですか。綺麗な方ですね。今の私にはあの人の顔を見られるのが唯一の救いです。病んでるな、この人。熊田委員に連れて行こう。なのに今日はまだ来ないんです。昨日来られたかどうかは私非番でしたので、ちょっとなんか休暇取らせてあげようよ、この人やばいよ、いよいよなんかバカンスにでも行かしてあげよう。崖の上。何こいつ、今から死ぬの。うなかみの崖の上です。なんだ、今日はまだゆきこさんは来ていなかったのか。調べるあたり。あ、先生があんなところに。危ないな、押すしかないでしょう。あれ、この崖前に来た時とどっか違ってるような気がする。え、なんか違ってる。呼ぶ。熊田。てか確かにね、ハイヒール片方しか落ちてないのって結構やばいよな、今冷静に考えたけど。先生、今日は来てないんですって。帰りましょう。聞こえないのかな、海の方ばかり見てこっちを向かない。これはちょっとまずい流れやな、きっと。先生、危ないですよ。どうしたんだろう。海を見つめたまま動かない。今がチャンスですよ。押すとかないの、コマンドで。聞く、取る、呼ぶ、押すとかない。ないのか。熊田、さっきから何を見てるんですか、先生。大変じゃ。海に女が浮かんどる。何お前、それぼーっと見てたの。海に行けや、お前。警察呼んでからお前医者なんやから海に行けよ。何ですって、どこです。あ、すぐ警察に連絡じゃ。お前がしろや、今の時間で。何ぼーっとする、もう3回呼ぶ猶予あったんやぞ。色がおかしい。これ多分人じゃないよ。駆けつけた警察は女の死体をすぐさま引き上げた。それは物を言わぬあずさかよ。しかもあずさの変わり果てた姿であった。怪しろけは一体どうなっとるんじゃ。しおもくん、わしは怪しろけ言って全蔵に話してくるわい。わかりました。じゃあ、あと頼むぞ。いや、何を頼まれたの。これは聞く。シーン。水の精霊。考察だ。喉元についたあざが見えるだろう。いや、見えない。昨夜の12時頃だろう。殺された後、海へ突き落とされたようだ。青い便器塗られて。死体。君は関係者かい？邪魔しないでくれよ。気づいたこと。ここは自殺の名所と言われるだけあって、めったに死体は上がらないんだが、たまたま流れ着いた材木に引っかかったんだ。あとは、調べる。あたり、死体。おい、素人が勝手に調べるんじゃない。第一、警察が自然に調べたことが以外何も見つからんよ。いや、本当？結構適当な警察、結構いろんなゲームで見てきてるからさ。おい、よさないか。ダメだと言ってるだろ。何されたの。おい、よさないか。ダメだと言ってるだろ。
これはおや、どこ、あ、んって言ったんか。おや、どっかで見た顔だと思ったら、君は宇津木探偵事務所の塩坊くんじゃないか。もう知り合いかよ。よし、お手紙拝見と行こうか。自分で調べてみるかい。でもむやみに触らないように頼むよ。なんかされたんかと思った。塩坊くんに。調べる。どこ？そこはもう調べたよ。本当？じゃあここら辺。そこはもう調べたよ。こういうゲームってめちゃくちゃシビアやったりするからな。本当だ。くっきりと朝が残っている。どこ？この辺。そこはもう調べたよ。じゃあお見合しよう。あ、靴が片方ない。じゃあ僕が崖の上で見つけたハイヒールは、これ崖の上に落ちていましたよ。ありがとう、預からせてもらうよ。調べる。しどこ。そこはもう調べたよ。どの辺調べたいんや。難しいな。違う。調べろって言ってんだもの。じゃあ違うとこ調べよう。証拠になるようなものはなさそうだが。何回も同じとこ調べないといけない。こんな絶対わかんないよ。証拠になるようなものはなさそうだが。もっかい？あそこはもう調べたよ。そこはもう開発済みだよ。やめろ。死体相手に何しとんねん。何も握られていないな。めっちゃ調べさせるやん。どこ。何も握られてないな。あとはもう一回こっか。だよね。でもさっきなんか微妙なとこっぽかったよな。難しそうこれ。あ、もう調べたことになってるのかな。もういいのかなこれは。調べる。あたりは野獣馬でいっぱいだ。こんなところに、あれ野獣馬か、もしかして奥の方になんか。あれはさすがに違うか。あたりは野獣馬でいっぱいだ。めっちゃ遠くに人影みたいなのがあるけど。ここでもみんな菊を見たという噂ばかりしている。じゃあちょっとあたりの人、関係者以外立ち入り禁止だ。ダメなの？じゃあ、でもまだ調べ終わってないっぽいな。あたりは野獣までいっぱいだ。ここではみんな聞こえ見たという噂ばかりしている。ダメなんだよね。あたりの人呼べないんだよね。関係者以外立ち入り禁止だ。調べる。どこ？結構難しいんですよ。この指定されてる場所が。ここ。何も握られていないな。一緒だよね。じゃあここを2回調べてるはずなよな。おエヴァでもねあったんよこれ。名探偵エヴァンゲリオンでもこんなのわかるかいっていう。あ、崖の上？ちょっと待ってな。証拠になるようなものはなさそうだが。いや、多分指定する場所は書いてあるんで、画像で。そこはもう調べたよ。証拠になるようなものはなさそうだが。証拠になるようなものはなさそうだが。シビアなのかな。エヴァの時もね、これでね、40分ぐらいかかったよな。したい。無残にも首を絞められた跡が、あと崖から突き落とされたようです。手のあたり？調べる。そうそう、爪のあたりをよーく調べなくちゃ。
あ、何か激しく引っかいたようなとかある。そうそう、何に対しての、そうそうなん。そうそう、爪のあたりをよく調べなくちゃ。あ、何かを激しく引っかいたようなとかある。あれれ、何、本当かね。ちょっと待ってくれ、調べれてないやないか。すぐに調べるから。お前さっきマウント取ったこと忘れてないぞ。お、ガイシャの爪の間から人間の皮膚の一部が検出されたぞ。どうやら襲われた時犯人を引っかいたようだ。さすがだな。いや、恐れ入ったよ。え、で、ん、これであたりの人呼べばいいの。関係者以外立ち入り禁止だ。え、まだなんかあるの、もしかして。まだ調べれてないところがあるってことか。場所移動ができるようになるはずだよな。あれれ、おかしいな。ここは自殺の名所と言われるだけあって、ってことはまだ調べれてない部分があるっぽいな。いや、そうよね。爪とか絶対最初に調べないかんよな。呼ぶ。鑑識。うん。また感じてる。なんだい。あ、調べてないっけ、あたりって。なんか野獣馬、見たことない人間も集まっているが。あ、また感じてる。顔に傷のある男がいる。できたばかりの傷のようだ。話を聞かなければ。で、あれか。呼ぶ、あたりの人。わしに何か用か。その傷はどうしたんですか。猫に引っかかれただけじゃ。なんでそのこと聞くんじゃ。え、この犯人に引っかき傷のある男。この犯人は。とんでもない。わしじゃない。信じてくれ。実は、まあ、もうこんなポットでのやつが犯人でたまるかって話やけどな。ゆんべ遅くまで飲み歩いていて、母ちゃんと喧嘩しただ。その時引っかかれてしまおうたんじゃ。うちの母ちゃん怖いんじゃ。知らないけどね、あなたの身の上話は。んだんだ、ここの母ちゃんはまこと恐ろしいからの。ところでの、その晩わしは見てしもうたんじゃ。女が歩いとったの、さっきそれ言え。わしはてっきり菊さんじゃと思うて逃げ出そうとしたんじゃが、腰が抜けて動けんかった。で、よく見たら、この女だったんじゃ。さらにこの女の後をつけるように男が歩いとった。あれは確かや、親代家に時々出入りしてる男じゃった。明らか。ええ、親代家に出入りする男といえば、すでに死んでいる幹事、次郎、行方不明の明、そして他には。その男というのはもしや。え？場所移動、親代家。僕のことだったのか。怪しい時の今です。記憶喪失だしね。こいつの記憶がない間に何かしてんのかもしんないよ。前蔵のショックは相当のようだ。熊田は病院へ戻ったらしい。昨夜の11時頃、やっと戻られたあずさ様をもっと強く引き止めすればよかった。聞く、ゆりのこと。もはやゆり様が戻られることだけが唯一の望みです。実はゆりさんはすでに。おお、なんということだ。もうこれで怪しろきゃおしまいだ。しかしゆりさんには子供がいたんです。ただし行方不明ですが、僕がきっと。もはやすべてのことがどうでもいいように思います。じゃあやめるか、捜査。前蔵さん、僕は希望を捨ててしまった依頼人の調査はお断りします。残念ですが、これで失礼します。お待ちください。私はどうかしておりました。こんなん絶対わからんて。システム使ってくんのは絶対わからんて。何とぞ。そう言っていただけると思ってました。釜かけてんじゃねえよ。そう思っていただけると思って、ついていただけると思っていました。嫌なやつだよ、ただの。ゆうべ、あずさ様は再び出かけられるまで、どなたかと電話で話しておられました。何か激しく言い争っておられた様子でしたよ。じゃあ、気づいたこと。こんなん絶対わかんないよ。あずさ様は電話をかけるとき、しきりにメモを取られる癖がありました。調べる。どっこ。メモ帳だよね、おそらくこれは。強く書かれた部分がへこんでいる。ありがちなやつね。鉛筆でなぞったら出てくるやつや。で、取る。どれ。メモ帳。
よいしょ。メモのついた鉛筆立てです。違うよ。なんだよ。どれ。そんなにシビアなの？メモのついた鉛筆立て、うるせえよ。この辺？取れません。いや、取れるよ。取って。どれ？あ、もしかしてこれか？これか。そうだ、この鉛筆でこすってみればなんとか読めるぞ。そういうことか。何々、うなかみの崖、11時半、アキラとは関係ない、間もなく遺産分配、ユリの子供見つかった。なんちゅうメモや。これは、あずさは昨夜電話の相手と崖で会う約束をしたようだ。そしてこれ、それはアキラと会っていたという人物かも。さらにユリの子供を見つけたとは、それは一体。なんか電話かかってきてない？玉込様、熊田先生がお呼びです。何かお話がある、そうですので、すぐに参りましょう。移動しちゃった。もう一瞬また前蔵がいた。おお、来たか。おお、前蔵も一緒だったか。ちょうどよかったわい。あかねが来とるんじゃ。さっきばったり会ったんじゃら、えらく深刻な顔しとったから、気になって連れてきたんじゃ。あかねが来てんの？じゃああかね呼んで。てか、帰ったんじゃないの、実家。一日ぐらいしか帰ってないんじゃないの、あかね。あずさ様まで。もうあんな恐ろしいところにはいられません。まあ、それは本当にそうだよね。それは正論だわ。見せる。手鏡。それが何だって言うんです。早くしまってください。善蔵さん、お世話になりました。失礼します。おはは。突然やめた。もう現代人かよ。待て。LINE でやめますって言ってくるやつみたいな。嘘。これがどうしてここに。そんな。やめてください。わあ。何したの。押した。あかねは泣き出してしまった。ああ。お前何したんだよ。申し訳ありませんでした。キク様を殺したのは、この私なんです。あかねはポツリポツリと話し始めた。実はキク様、タバコをやめていなかったのです。タバコは私がいつも買っていました。おとめしたんですが。何、おとめしたって。一服つけないと眠れない、そう言われて断りきれず。このことは遺言書作成に見えた神田先生にもこぼしておられました。あの晩も奥様、おとめしましたがってことか。いつものようにキセルに火をつけられ、間もなく発作を起こされたようでした。あの焦げ跡はその時できたものです。じゃあタバコ入れはあなたが。ああ、殺したってそういうことか。はい、奥様がこと切れている。めっちゃ乙女コメントが来る。はい、奥様がこと切れているのを発見した私はとっさにキセルとボタン入れを隠しました。そしてその後すぐ善蔵さんを呼んだんです。申し訳ありませんでした。ううバカモン、キクさんの心臓はそんなことで止まってしまうものか。この熊田が保証してやる。決してお前のせいじゃない。だからもう泣くな。屋敷で休んどれ。乙女したじゃあ全蔵、私アーカネについておい、ついておいてやりたいのですが、そうしてあげてください。思い出せない。熊田、やれやれ、脅かされたわい。まあ、ありがちなミスリードだよね。私が殺してしまったんですっていうのはね、よくあるやつだよ。あずさのこと。あずさの死に方は幹事や二郎のような不審な点が全くないの。そうか。幹事はナイフで刺されたときすでに死んでいたらしいということじゃし、二郎にしても何か不自然じゃ。あずさは事件とは無関係なんじゃろうか。いやいや、あるでしょう。聞く。タバコ入れ。キクさんにしても、禁煙中だったアズさんにしても、タバコの好きなやつばかりじゃん。解剖結果を聞いたとき、警察が言っとったが、幹事も二郎もかなりのヘビー、失礼。かなりのヘビースモーカーだったようで、肺が真っ黒だったそうじゃ。じゃあ、
思い出す。待てよ、シアン化水素は確かある薬品に反応させた生産化合物に熱を加えると発生するんだったな。熱を加える、そうか、これだ先生、これですよ。治療の指についた生産とシアン化水素を結びつけるものとは。なんだと言うんじゃ。いや、わかるや。でですよ。推理した言葉を入力してください。十字ボタンです。突然、くめんどくさ、これ。あ、ボケようと思ったんだけどめんどくさい。くま、くまだ。ん？違うじゃないか。ああ、何をこするときに混ぜる摩擦熱。すいませんでした。しょうもないこと言ってただ滑っただけでした。そうか、これだ先生、これですよ。治療の指についた生産とシアン化水素を結びつけるものとは。なんだと言うんじゃ。さすがに分かって、もう。でんでんでんですよ。推理した言葉を入力してください。小林、三木本、た、あ、あ、はどこ、はあった、はあった、タッパ、ビール。それはあなただけですよ。なるほど、生産入りのタバコに火をつけるとガスが発生する。それを吸い込んだものは、そうか、タバコから染み出した生産が次郎の指についたわけじゃな。多分次郎は生産タバコで殺された後、自殺のように偽装されたんでしょう。あー、しようもだった。そういうことね。指で挟んでたからそこにあれだ、反応があったんだ。患者はあらかじめこの方法で殺し、土蔵まで運んだ後、ナイフを突き立てることもこれならば簡単だ。ただ禁煙中のあずさにだけはこの方法は使えなかった。だからあずさは、うん、もしやキクさんもこの方法で。シオモ君、これはカグラ寺いかにはならんな。先生、急ぎましょう。いや、ついに墓を開ける時が来たか。カグラ寺です。塩毛と熊田は原神に事のすべてを話した。原神さん、今やもうキクさんの墓を暴いてみようと言うんじゃろ。しかしそれだけはの、キク、警察にキクさんの遺体を調べてもらえば事件の糸口がつかめるかもしれないんですよ。しかしの、調べる、原神じゃない、調べる、どこ、ここ、ここに眠っているキクさんがタバコ殺人の最初の犠牲者かもしれないんです。しかしの、もうつべこべ言うな、開けよ開けよ、もう開けるぞ。しかしの、原神さん、分かってください。これ以上犯人を野放しにできないんです。よし、分かった。確かに君の言う通りじゃ。今すぐ警察を呼ぶか。数々の謎を秘めたキクの姿が今まさにあなたの目の前に現れようとしている。キーバって、え、何、服着せたまま埋めたの。土葬ってそういうことじゃなくない。なんと墓の中にキクの遺体はなかった。代わりに一人の男の死体がそこにはあった。そういうことか。これは綾代明だ。一回も出てきてないのに死んじゃったよ。こんなところで死んでいたとは。アキラはすでに死んでいたのか。まさかの。ちょっと熊田さん、とんでも展開だよ。いや、これは意外じゃった。意外じゃったじゃねえよ。もっと言うことあるやろ。意外じゃったじゃねえよ。ド不謹慎やない。聞く、死亡時間。ここに埋められてかなり時間が経ってる様子が。この絵面なかなか面白いな。おい、これはどう見ても幹事より先に死んどるぞ。え、じゃあ幹事を殺したのはアキラじゃなかったんだ。鑑識さん、なんでいんの。鑑識さん、鑑識さん、なんでいんの。
ん？なんだい？聞く。新。撲殺だな。墓のてっぺんに乗っている石で後ろからやられたようだ。めちゃくちゃ罰当たりやな。めっちゃ罰当たりな事件やん。血の跡はその時ついたんだ。それから犯人を泳がせるために死体が見つかったことは報道しないことに決定したからね。そんなことしていいの？マスコミがそんなの OK って言わんやろ。聞く。死亡時間。この段階ではまだはっきりとは言えないが、キクという人よりも後だろうね。キク、死体。ここに埋められて随分経つようだ。腐敗がひどい。それよりも君の言った通り、会社のポケットから生産反応のある刻みタバコがわずかだが出てきたよ。調べる。ここ。僕の持っている写真とは随分感じが違っているな。これがアキラなのか。あんまり近づいてみたいとは思わないけど。おや、この顔どこかで。思い出す。ああ、思い出したぞ。僕はあの夜うなかみの崖でこの男に。そうだ、あれは事故なんかじゃない。僕はアキラに襲われたんだ。天地さんじゃなかったってこと？天地さんに襲われて抱かれたんじゃなくて、アキラに襲われて抱かれたってこと？これは。しばらくお待ちください。あなたはアキラに襲われたんですって。何か思い出したのね。ああ、そういうことやったんか。抱かれた相手が違うかったやな。推理する。キク、カンジ、ジローの3人は綾代商事を我が物にしようとする人物に青酸タバコで殺された。キクのタバコ入れに青酸入りのタバコを忍ばせたのはそいつに利用されたアキラの仕業だ。だからそれを調査に行った僕に危険を感じたアキラは、あの晩 僕を電話で崖まで呼び出し襲いかかってきた。頭を殴りつけた上、事故で死んだように見せかけるため草むらへ突き落としたんだ。またまたそんなこと言って、あゆみの前で心配かけまいとしてそんな風にしてるんでしょ。アキラはいろんな点で犯人に都合が良かった。その反面最も危険な人物だった。だからキクの次に殺したんだ。ねえ、犯人は誰なの？なぜアズサまで殺されたの？アズサは確か遺言公開の日、アキラが誰かと会っていたと言っていたはずだ。つまりその人物とは。塩本くん、電話よ。もしもし、熊田じゃ。ついにわしはどうやらいことを見つけたぞ。お前毎回そんなこと言ってるけど本当やろな。あったんじゃ、例のタバコ殺人の実例が。ある薬剤師の女が自分の夫に多額の保険をかけて心不全に見せかけた殺人事件があったんじゃ。あいみなぜ一瞬聞いた。しかし問題はここなんじゃ。なんとその事件の担当弁護士というのが実は神田でしょう。待ってください。その弁護士の名前はですね。三木本。かが遠い。漢方。神田。ビールだからそれはあなただけですって。そうじゃ、その通りじゃ。やっぱりそうだったのか。じゃあ神田が見ていたファイルっていうのが。調べる。コッコ、どうしたんだい？僕の顔ばかり見て。さっきから気になってたんだけど、アキラはあなたを殺そうとしたのに、どうして海へ突き落とさなかったのかしら。それはなんか、もっと楽しみたかったからじゃないの。もっといろいろしたかったからじゃない。欲を出したんでしょう。場所移動。と行きたいとこなんだけど、ちょっと休憩しようかな。